っかけはね、大原達之と俺がアコースティックでセルフカバーとしてキュートのカバーをずっとやっていて、バンドもやっぱりやりたいねと思って、まあ、トントン拍子に作曲している になってしまった。みんなやっぱりスキルアップしていて、なんか同じ曲やってもやっぱり演じ組が増したっていうか、同じ曲が新曲に添えるっていう。昔からなんか、ドンカマ使って、で、クリックで反対で撮ってくるっていうパターン、まあ、キュートらしくないなって言われたのがすごくあって、あ、ゲスでいきなりライブ音源もないだろうみたいな。だったら、もう、せーので撮っちゃおうかって。で、やってみたら、すげえ良かったよねっていう。これはロックがついてじゃないかなっていう。何やってんのって言ったらついてやってるっていう。行きましょう。